179市町村応援大使、2020年の赤平市応援大使の井口和友です。ここで皆さんに赤平市をご紹介したいと思います。赤平市は北海道のほぼ中央に位置し、人口約1万人の緑に囲まれた自然豊かな町です。炭鉱町として栄えた赤平市は、昨年炭鉱の立坑櫓や日本一の釣り山階段が日本遺産に認定されました。かつての炭鉱マンが愛したガンガン鍋が名物料理です。夏の風物詩にして最大のイベント赤平火祭りは、赤粉ランナーによる松明リレーや釣り山に点火する火文字と花火が圧巻です。皆さんぜひ赤平市に遊びに来てください。179市町村応援大使、2020年度豊頃町応援大使の早口博です。ここで皆さんに豊頃町をご紹介したいと思います。豊頃町は十勝地方の東南端に位置し、農業と漁業の基幹産業です。人口約3200人の町です。今年で開町140年を迎えた豊頃町は、十勝発祥の地で肥沃な大地で収穫される畑作物や畜産物、大津近海で水揚げされる秋鮭が名産です。また樹齢150年の春ニレの木や、冬の大津海岸に打ち上げられるジュエリーアイスが観光スポットとして有名です。皆さんぜひ豊頃町に遊びに来てください。179市町村応援大使、2020年度北斗町応援大使の中田翔です。ここで皆さんに北斗町をご紹介したいと思います。北斗町は大津区管内南西端に位置、面積の8割以上が森林に囲まれた林業と農業が盛んな町です。森の恵みを生かした木工芸品のボケクラフトや、全道各地から力自慢が集結する人間バンバが有名です。森林浴に絶好なハイキングコースの鹿の子沢や、日本最大級の良さを誇るオケトパークゴルフ場、冬はワカサギ釣りも楽しめる、オケト湖など四季を満喫することができます。また源泉かけ流しの天然温泉勝山温泉ゆうゆうでは、貸切入浴が楽しめるコテージも併設しています。皆さんぜひ北斗町に遊びに来てください。179市町村応援大使、2020年度東別町応援大使の永井大将です。ここで皆さんに東別町をご紹介したいと思います。東別町は札幌市の隣に位置し、豊かな自然と美味しい農作物が自慢の町です。スウェーデンの町並みを再現した住宅街スウェーデンヒルズが有名で、毎年6月にはスウェーデンの伝統的なお祭りである夏至祭を開催しています。また2017年には道の駅が完成し、特産品や農作物の販売や地元食材を使用したレストランもあります。皆さんぜひ東別町に遊びに来てください。本日は赤平市の井口選手、豊頃町を金子選手、桶戸町を中田選手、そして東別町を濱井選手がご紹介しました。ファイターズは北海道179市町村を応援していきます。